はい、どうも。今日はですね、何のお話をしていこうかというと、何回かは多分 YouTube の動画では流してる話にはなるんですが、こっちの不動産事情について改めてお話をしていこうかなと思ってるんですけど、こっちの方に転職をしてエジプトに来てもらって、だいたい今3週間くらいだったってことでね、ずっとホテル暮らしというわけにもいかないから、まあ、自分の部屋を探すためにいろいろ見て回ってもらったと思うんだけど、どう、なんかエジプトの不動産の感想としては。やっぱり一人暮らしするんですけど、全て大きくって、ベッドルームも2つ以上が普通でしたり、そうだね、これ何回か多分動画でも言ってるんだけど、エジプトの家って基本全部バカでかいんだよね。あの、日本みたいな小さなワンルーム、こっちではまず見かけることがない。ほんと基本100平米超えとか結構当たり前にあって、で大きいものだともう200平米400平米とかデザラにある。今俺が住んでるもう175平米3ベッドルームみたいな、こうスペックというか状態だけど、別にいらないよねっていう話、はい、じゃん。ワンベッドルームならがあるならワンベッドルームでいいし、仮に100歩譲って175平米だとしても、はい、3ベッドルームである必要はないじゃん。そうですね、だから175平米のワンベッドルームとかの方がいいわけじゃん、はい、例えばさ、多趣味の方の場合だと、じゃあ3ベッドルームで1部屋はベッドルーム、1部屋はトレーニングする部屋、1部屋は書斎とか、いろいろ使い分けはあるかもしれないけど、まあ、ただ仕事して寝るだけみたいな人からすると別にワンベッドルームでいいよねっていう話なんだけど、その手の部屋が本当にない。一切ないとは言わないけど、かなり少数レアな感じではあるよね。だからやっぱりリラさんみたいに駐在員とかでこっちに来る人たちとかは、やっぱ家探しは苦労はするかなっていうところだよね。今回でもいい部屋は一応見つかりそうな感じではあるんでしょ。そうですね、はい、で一応まだ契約までは行ってないけど、契約しようとしている部屋が一応でもワンベッドルーム、はい、ワンベッドルームの部屋ね、90平米です、ね、あ、でもそれでもやっぱ90平米なんだよね。ワンベッドルームで90平米って多分日本からしてみたらめちゃめちゃ贅沢なワンベッドルームだからねでコンパウンドだよね、はい、でコンパウンドだからセキュリティもしっかりしてて、中には多分スーパーあったり、プールあったり、ジムあったりみたいな、そんなところだよね。それがエジプトの不動産事情ですよっていうところだよね。ただこれ本当に投資をするときにここのポイントを押さえておかないといけないんだけど、現状はエジプトの不動産って本当にでかい家だらけだ。100平米超えが当たり前、3ベッドルームとかも当たり前 で大きいものだともう400平米とか500平米のマンションがあったりとかするんだけど、こっちもやっぱ生活環境がやっぱちょっとずつ変わってきてて、はい、日本もそうなんだけど、70年代の時って一人暮らしをしてる人が多くはなかったわけ。みんなその実家暮らしというか、サザエさんみたいな感じ、はい、なんかおじいちゃんおばあちゃんいて、娘夫婦がいて、子供いてみたいな、みんなで住んでるみたいな家がやっぱ60年代70年代多かったんだよ。そういう時代ってやっぱワンベッドルームよりも、まあ、でかい家がやっぱ好まれるじゃん、はい、でまさに今のエジプトもそんな感じなんだよ。話を聞いてると3世代4世代で住んでるみたいな家族ってたくさんあって、はい、まあ、だからやっぱり小さな家よりも大きな家が求められるっていうのがあるんだけど、日本もさ、経済成長する過程の中で一人暮らしって増えてきて、一人暮らしのニーズが高まるにつれてやっぱりワンルームとかの部屋がどん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 増えてきたっていう背景があるんだけど、エジプトもやっぱりそんな感じかなって気はする。最近の若い子で一人暮らしを始めてきている子たちって多いんだよ。シェアルームで住んでるみたいな人たちもいたりはする。それがやっぱ増えてはきているから、この変化をちゃんと捉えていくのであれば、現状としてはエジプトではリダさんみたいな人たちが借りるようなワンベッドルームの部屋が全然ない。そのエジプトで一人暮らしをしたいっていう子たちの小さな部屋っていうのも全然ない。でもそういったニーズは高まってきてるってことを考えると、小さめの部屋を抑えていくと数はないけどニーズは高まってはきてはいるから、貸し出し安くはなってくるよね。あと最近開発会社もちょっと変わってきてて、はい、結構昔はワンベッドルームとか小さな部屋って売り出さなかったんだよ。時代の変化に合わせてプランの中に小さな部屋、ワンベッドルームとかを入れるようになってきてるんだよね。でもまだまだ数は少ないから、そういった物件は結構希少性があるから、抑えてってもらって投資していくと貸し出す時には結構有利にはなるかなっていうところだね。特にニューキャピタルなんかにおいては
はエジプトの中心地にはなるから、本当に海外の企業もたくさんそこに集まるし、海外駐在もやっぱり多くはなってくるよね。そういったニーズは本当に小さな部屋の方がいいから、困るからね。そうですね、一人で暮らしてて175平米の3ベッドルームっていらないよっていう話だからね。夜とかさ、ちょっと物音とかすると泥棒入ったのかなとかって、使ってない部屋をちょっと開けたくはな。コンパウンドだから、まあ、セキュリティガチガチだから、その泥棒の心配ってそんなにないんだと思うんだけど、そもそも泥棒が入ってきたらセキュリティザルじゃんっていう話になっちゃうから、その心配はないかもしれないけど、使ってない部屋が多いと、まあ、掃除も大変だし困るよね。まあなんでそんな感じなので、やっぱこっちの不動産事情もだいぶニーズが変わってきてるっていうところで、まあ、その辺なんかもこう注意しながらエジプトの不動産投資をしてってもらえると、よりこう不動産投資の成功確率というものは上がってくるのかなっていうふうには思います。じゃあ引き続きまたいろんな動画を出していきたいと思いますので、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。